愛媛県立松山中央高等学校。愛媛県立松山中央高等学校。愛媛県立松山中央高等学校。英語。愛媛プリフェクチャール松山セントラル。ハイスクール。愛媛プリフェクチャール松山中央ハイスクールは、日本愛媛県松山市西門町1222。所在する日本の全日制普通科の公立。県立高等学校である。 1986年、昭和61年に、創立、1987年、昭和62年に設置された。高等学校の略称は、松山中央、松山中央、英語、松山セントラル、松山中央、MCHS、MCH。愛媛県立松山中央高等学校は、1986年、 昭和61年12月26日に創立、愛媛県立学校設置条例交付し、翌1987年、昭和62年4月1日に設置された、愛媛県内で最も新しい公立、県立普通加工学校である。学校は、愛媛県松山市の南端に位置する面積44,743メートル。 0.044743km に及ぶ用地に設置されており、学校の南側に近接する重信川を渡ると、愛媛県伊予郡正木町並びに、伊予郡正木町に隣接する愛媛県伊予郡戸部町、及び、愛媛県伊予市の区画になる。2016年、平成28年には、学校創立30周年を迎え、2018年、 平成30年3月までの卒業生、1期生から29期生の卒業生は11,403名となった。なお、愛媛県の県立高等学校では、少子化の影響により志願者数が、2014年、平成26年から2018年まで5年連続で減少しており、2009年、平成21年から、入学定員を360名に設定している。 愛媛県立松山中央高等学校においても、2017年度、平成29年度及び2018年度の一般入学者選抜における志願者数が減少したことに伴い、新入生は定員はあれとなり、2018年4月の新入生では、定員より10名、少ない350名となった。生徒の大半が自転車通学をしており、2013年、 平成25年7月にすべての自転車利用者が乗車用ヘルメットを着用することを霊行事項とした愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例施行されたが2014年に愛媛県内で高校生の自転車利用時に交通死亡事故が相次いだため他の愛媛県立学校と同様に2015年平成27年7月からヘルメットを着用する ことを自転車通学の可用権に盛り込んでいる。2013年度、平成25年度から新しい学習指導要領に完全移行したことに伴うシラバスの変更のため、年間33単位、週に33元で授業を実施することになり、月曜日と水曜日と木曜日の週に3日が7元、授業日となった。また、木曜日は全校集会を 他の曜日における朝読書及びショートホームルーム、略称は SHR の時間に設定されており、第6弦はセントラルプラン、特別活動、略称は CP、第7弦はホームルーム活動、略称は HR にそれぞれ設定されている。さらに2005年度、平成17年度から平日の普通授業日は、 毎朝8時20分から8時30分までの10分間を朝読書の時間に設定している。また、年度ごとの教育課程で設定している、単位取得にかかる正規授業時間以外に、土曜ゼミ及び、夏季、冬季、春季ゼ等からなる特別授業、補修を土曜日や長期休業中に実施している。2年次には、生徒の進路希望に応じたコース振り分けがあり、 系統別に理数系コース、医療看護系コース、人文系コース、英語系コースの全4コースを設置している。また、3年時には各コースごとで、志望大学に合わせて、さらに詳細な選択強化及び科目を設定している。特に、英語系コース及び人文系コースでは、国公立大学等への進学を見据え、 大学入試センター試験及び2021年から開始する大学入学共通テストの受験を想定した V 型、5教科型と私立大学文系学部等への進学を見据えた3型、3教科型のように細分化している。さらに人文系コースでは芸術系大学への進学希望者に対応するため芸術型も設定可能にしている。教は 三年生のホームルーム教室及び図書館、並びに事務室及び職員室等が入る、本館、北東側、一年生及び二年生のホームルーム教室等が入る、普通教胸、本館と普通教胸の間に、位置、理科、地学、物理、科学、生物及び地理歴史、公民の実験室や講義室並びに、情報教室及び家庭科調理室等の、 各教室が入る特別教棟南西側の4階建て3棟によって構成されている。さらに、各教棟に入るすべてのホームルーム教室及び、講義室等にはエアコンが設置されている。また、愛媛県立松山中央高等学校は、四国の公立高等学校として、初めてエアコンが設置された学校である。愛媛県中予地方、松山市、伊予市、東温市、 上請けな群馬高原町、伊予郡戸部町、伊予郡正ま町。スクールカラーは、紺色である。なお、紺色は2016年、平成28年の創立30周年記念時に、考案された記念ステッカーに使用されている。学校長は、川わせである。なお、川わせは2016年の創立30周年記念時に、当時の美術の教員が考案し、 生徒によって名付けられた記念キャラクターである、チャランジェバード・川民として起用されている。特徴的な学校行事として、創立記念タコ揚げ大会や、セントラルマラソン、セントラルマラソンがある。また、2年次にある修学旅行の行き先は、沖縄、シンガポール、北海道、関東になっているが、2008年度、平成20年度までは修学旅行の行き先にハワイと、中国、 中華人民共和国もあった。創立当初より、重信川の堤防を使用して実施している1、2年生、全員参加のマラソン大会である。男子は全校庭で 21.0975km のハーフマラソン、女子は 10km の道のりを走り、参加生徒の完走率は2018年、平成30年2月に実施された。 セントラルマラソン2018では1年生が100%、2年生が99.4%となっている。愛媛県立松山中央高等学校は災害発生時等の緊急時における学校の対応についてガイドラインを策定しており、JMA、国土交通省気象庁が特別警報、大雨、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮を 愛媛県に発表したり、暴風警報、暴風雪警報のうちいずれか一つでも、愛媛県、松山市、または、生徒の居住地区に発表した場合や、当該市町村長が、避難準備、高齢者避難開始、避難勧告、避難指示、緊急を、災害対策基本法、または、原子力災害対策特別措置法に基づいて、愛媛県松山市、受け名地区、または、 生徒の居住地区に発令した場合には、生徒の登校が制限されて、臨時休校等の措置が取られる。さらに、2018年、平成30年8月からは、平成30年7月豪雨、西日本豪雨の被害を受けて、JME が洪水警報を愛媛県松山市、または生徒の一区に発表した際、生徒の登校が制限されるようになった。ただし、 気象情情報報報、を除く J アラート、全国瞬時警報システムが伝達する情報地震情報、津波情報、火山情報、有事関連情報等についての対応は策定されていない。年に数回実施される防災、退避訓練では、学校外急河川重信川推系、主に重信川及び下川に近接することから、大雨時における重信川の氾濫及び、 駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境を震源域としておおむね100年から150年間隔で繰り返し発生している南海トラフ地震に近する津波の被害を想定して学校施設が倒壊や液状化現象等による被害を受けないことを前提とした4階建て京棟の屋上への避難行動を組み入れている。また愛媛県立松山中央高等学校は 愛媛県が南海トラフ地震を想定して実施する訓練である、シェイクアウト愛媛、県民総ぐるみ地震防災訓練参加している団体の一つである。ただし、愛媛県が2017年に公表した重信川、推計石手川の洪水浸水槽定区域図では、愛媛県立松山中央高等学校及び、その周辺は洪水浸水域には含まれているが、 東北地方太平洋沖地震による津波を受けて2013年に愛媛県地震被害想定調査検討委員会が公表した津波浸水想定では津波浸水域に含まれていない。そのため地震防災訓練であるシェイクアウト愛媛において屋上への避難行動を組み込んでいる愛媛県立松山中央高等学校では地震防災訓練における 本来の目的とは異なる洪水に対し、避難行動を取り入れていることになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。